ダーレク収容所は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第7シリーズ第1話。エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットが、脚本、ニック・ハランが監督を担当し、2012年9月1日に BBC1 で初放送された。本作は、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターが、ダーレクに捕獲され、地球で離婚寸前に陥っていた。 エイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズも共に、囚われのみとなる。精神の破綻した、ダーレクが追放されているダーレク収容惑星に、彼らは送られ、収容された、ダーレクが惑星を脱走する前に収容所を爆破しろという命令を受ける。惑星には1年前に墜落してそれ以降、ダーレクに囚われている、オズウィン・オズワルドがおり、ドクターは彼女からの助力を受ける。ダーレク収容所には、 番組の50年の歴史を通した様々なダーレクが登場するほか、ダーレクの恐怖を再び作り上げる目的があった。コールマンは本作でドクター風に初登場し、後に2012年クリスマススペシャル、スノーメンにてコンパニオン役で再登場を果たす。彼女が新コンパニオンとしてキャスティングされたことはすでに報道されており、 出演はエピソードの放送まで一般大衆には伏せられていた。イギリスでの視聴者数は833万人を記録し、BBCiPlayer と国際放送で民衆の興味を引いた。エイミとローリーの破局状態に疑問を呈する声もあったが、批評家の反応は肯定的であった。2012年9月1日に iTunes、2012年9月2日に、 常とアマゾンプライムビデオで前日探が公開された。前日探では、フードを被った伝令者が11代目ドクターに接近し、ダーラ・ボン・カールセンという女性が、娘の救助を求めていると告げ、ダーレクの故郷の惑星スカロの時空間座標を提示する。これに加え、本作の前日探となる五部作のミニシリーズポンドライフも、ダーレク収容所の週まで放送されていた。 この五部作がエイミーとローリーの分裂にヒントを与えている。本作には以前ドクターと戦ったダーレックが登場しており、彼らはスピリドン、アリデュスでの戦いの生き残りである。リメンブランス・オブ・ザ・ダーレックスのスペシャル・ウェポン、ダーレックも仮面を出演している。冒頭では、ダーラがドクターからの招待状とドクター最後の日でドクターが自らの死を偽装したことに触れている。 ダーレクのナノクラウドに使用されている微粒子ロボットのナノジーンというコンセプトは同じくもファットが執筆した二部作空っぽの少年ドクターは踊るで登場した終盤のダーレク国会でドクターが言及した嵐を呼ぶ男はテレビエピソードでは分かれ道で初めて言及されたものであるダーレクによる最後の問いかけであるドクター誰 番組のタイトルそのものであり、ドクター最後の日の終わりでドリュームがドクターに聞いた、決して答えてはいけないと言いかけである。採用部で待っていた、ダーレクダーレクが頻繁に登場していて、宇宙で最も確実に倒すことのできる敵になっていたと感じた、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットは、ダーレクを休ませるつもりであると2011年に発表した。ダーレクは、 恐ろしい存在として記憶されていたが、彼らはイギリスの象徴と化して、歳月を経て可愛い存在になってしまい、彼らの真の脅威が忘れられてしまった、ともファットは考えた。彼は、ダーレク収容所で、ダーレクを再び恐ろしい存在にすること、視聴者にダーレクの意図を思い出させることを計画し、そのための最善の策は、ダーレクを普段よりも狂気的に見せることであると考えた。 カレン・ギランは本作の制作以前にダーレクを怖いと感じたことがなかったと認めた。本作はモファットが執筆した最初のダーレクの物語でもあり、彼は機械に抗うことはできなかったと主張した。ジェナル・イーズ・コールマンが次のコンパニオンとしてカレン・ギランとアーサー・ダービルの後を継いで2012年クリスマススペシャルから登場することが2012年3月に発表された。 彼女をオズウィンとしてダーレク収容所に登場させることはモファットのアイデアであり、これはもともと予定されておらず、コールマンもどのキャラクターが自分に合っているかを確認するためのオーディションの一環だと最初は思っていた。彼は彼女の出演を秘密にしておき、リークしなかった報道とファンに感謝した。コールマンのシーンは閉鎖的なセットで6日間かけて撮影され、 彼女の向き合う画面にはグリーンスクリーンが使用された。後に彼女の演じるキャラクターがオズウィンと同一人物かはこの時点で確定しておらず、スノーメンでの登場でつながりのあることが明白になった。コールマンは自分の演じるキャラクターの謎に得があるだろうと信頼感を抱き、キャラクターのそれぞれのバージョンを演じていた。ダーレク収容所は 第6シリーズで無情に流れる時間や閉ざされたホテルの監督を担当したニック・ハランが監督を務めた。彼は第7シリーズでは後にマンハッタン占領にも携わることとなる。ダーレク収容所には1988年のリメンブランス・オブ・ザ・ダーレックスに登場したスペシャルウェポンダーレクをはじめとする様々なタイプのダーレクが登場する。デイリー・テレグラフによると 制作チームは減損する様々なダーレクのモデルを探し出し、カーディフワンのスタジオに搬送した。これには、モファットの前に番組制作組織を務めていたラッセル・ t デイビスの所有するダーレクも含まれていた。エグゼクティブプロデューサーのキャロライン・スキナーは、デイビスのことをよく知っており、彼にレプリカの貸し出しを依頼した。彼女は、それが、 神聖化されたことに感激したと主張した。異なるダーレクの合計は25に及び、1963年から2010年までのモデルが登場した。スキナーは、ダーレクの持つ歴史と真の魅力を感じたと述べた。モファットは異なるダーレクが一緒になっている光景が、どのような見栄えになるか懸念していたが、実際に、それを見て満足し、ダーレクの多様性が彼らを、 ロボットではなく一個の種から染めているとコメントした。本作の小道具の大半は一から制作された。収容惑星の雪のシーンは情け無用の街の制作中にスペインで撮影された。エピソード中で流れた音楽にはジョルジュビゼイによるオペラカルメンのハバネラがあり、これは劇中の音楽として使用された。またルディメンタルのフィールザラブも登場した。 タイトルシークエンスのドクター風のロゴにはダーレクのテクスチャが使用されており第7シリーズ前半はそれぞれのエピソードのオープニングでロゴが変更されることとなるダーレク収容所は2012年8月14日にブフィーサウスバンクで8月23日から25日にミディガーディアンエディンバラインターナショナルテレビジョンフェスティバルで8月25日にニューヨークとトロントで 試写会が行われた。9月1日にイギリスでは BBC1、アメリカでは BBC アメリカ、カナダではスペースで初放送された。オーストラリアでは9月2日に a b c 相棒サービスでも配信され、9月8日に ABC1 で初放送された。9月13日にはニュージーランドのプライムで放送された。 日本では放送されていないが、2013年11月23日から、ドクター風の第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、フールーで順次開始され、ダーレク収容所は2014年に配信された。イギリスでの東野の視聴者数は640万人で、新シーズンの第1話としては最低値であったが、視聴者の視聴パターンで、ドクター風を、 リアルタイムで視聴している人は少なく、タイムシフト視聴者が多いことが示唆されている。最終合計値は833万人に達し、その週の BBC1 の番組で第3位の地位についた。また、BBCiPlayer では放送日に第1位に踊り出し、220万再生を記録して9月全体の第1位にもなった。アプリ r e c i a t i ン n i n d は89を記録し、 新シーズンの第1話としては、ドクター風史上最高値であった。BBC アメリカでの視聴者数は155万5000人に達し、その放送枠では、ケーブルテレビ番組で最高位であり、BBC アメリカ史上最高値でもあった。18から49歳の年齢層での視聴率は0.6%であった。オーストラリアの ABC アイボでは7万5000、再生され、 カナダのスペースでの放送では62万人の視聴者を獲得した。スペースでの記録はドクター風史上2番目であった。ニュージーランドのプライムでは視聴者数17万1769、0人を記録し、その日プライムで放送された番組の中では最高値でありドクター風史上2番目の高記録であった。ダーレク収容所は批評家から肯定的にレビューされた。 ガーディアン氏のダン・マーティンは、モファットの脚本に優れたカーブと、活発な会話が詰まっていると称賛し、ニック・ハランの演出も絶賛した。最近の二部作エピソードよりも多くのことがより、掘り下げられているとも述べ、クラシックシリーズを思い出させながらダーレクの設定を、拡張できる、収容所を喜んだ。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作に5つ星を、与え、 自信に溢れた幕開けだと表現し、収容所のデザインとコンセプトを強調した。特に彼はコールマンを絶賛し、本作のスターだと褒めたたえた。同じく、デイリー・テレグラフのマイケル・ホーガンは本作に星4つ、半よりもわずかに高い評価を与え、コールマンと脚本の細部まで高評価した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは、ダーレクの掘り下げを番組が継続したことと、 より大人じみた雰囲気を高く評価し、主演3人の演技を絶賛した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、40年以上に、わたる、ドクター・フーファンとしての自身の全ての要件を満たすと、述べ、クレバーで、素早く、面白く、不気味で、涙を誘うと表現した。SFX のニック・セッチ・フィールドは、本作に5つ星を与え、強力で、 映画的なマインドのシリーズオープナーだと語り、ダーレクの恐怖を演出することに成功したと述べた。また、彼は、コールバンのデビューとマット・スミスの演技、特殊効果、エイミーとローリーの感動的なサブプロットを絶賛した。EOQ のチャーリー・ジェーン・アンダーズは、プロットについて、ほとんどがドクターとダーレクの現在進行中の関係を掘り下げるため、そして、 それがどれだけ悲しいものになったかを示すための口実に過ぎないと批評した。アンダースとマルケーンの両名は、卵と抹殺性用の掛け言葉が文学的装置として巧妙に作用していたと指摘した。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーも本作に欲しいつつを与えたが、エイミーとローリーが破局したことについてはセンシティブに扱われている、巧みに演じられていると評価しつつも、 すぐに解決したためやや受け入れがたいと感じていた。ザ・エヴィクラブのケース・フィップスは、ダーレク収容所を B と評価し、ポンドの結婚問題に何の前触れもなかったことに不満を口にしたが、最終的には何が起こってもおかしくないという感覚を生み出しながら、シーズンを素晴らしいスタートに導くという感想に落ち着いた。イグンの マットリズ・レイは本作を10点満点で8点5点と評価し、ダーレックについての物語というよりも、たまたまダーレックが混ざっただけの冒険に感じられたことが、唯一の欠点であると指摘した。ハフィントン・ポストのモーリン・ライアンは、今シーズンの素晴らしいスタートだと評価し、ダーレックの勝利から、ダーレックを弁済したとコメントした。彼女は、エイミーとローリーの感情的な対立を演じるギランと、 ダーブイルの演技を称賛しつつ、不妊を原因に破局するカップルはいないと指摘した。本作は、マンハッタン占領と、スノーメントともに2013年、9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。日本語版 DVD は2015年2月6日に、ドクターフーニュー・ジェネレーション DVD ボックス2に同梱されて、発売された。 ただし NHK 教育で放送された際には、ザ・アンカミング・ストームは、迫りくる嵐と訳されている。ローリーは、エッグと発言した、ダーレクに対し、ホースフィールドの発生装置を卵と認識した。また、ドクターは、エッグと発言した、オズウィンに対し、スフレを作る卵をダーレクだらけの惑星で、どのように入手したかを尋ねた。このエッグはいずれもダーレクのキャッチフレーズである。 抹殺せよの一部であった。なお、日本語吹き替え版では、前者は、待つと、抹殺せよ、後者は、まさかと、抹殺せよで対応している。ありがとうございます。